国際スケート連盟 ISU は1日、ロシア及びベラルーシの選手と役員について、世界選手権を含む国際大会への招待や参加を無期限で認めないと発表した。IOC の除外勧告を受けたもので、ウクライナとの連帯を強調した。ISU は3から6日にスピードスケートの世界選手権、ノルウェーハーマル、23から26日にはフィギュアスケートの世界選手権、フランスモンペリエ、を予定。フィギュアでは北京五輪金メダルのアンナ・シェルバコワ、金のアレクサンドラ・トルソワ、ドーピング騒動のカミラ・ワリエワら注目のロシア勢が出場できなくなる。